デミックな作品になっておりますが、ここのエリアは IT 系になっています、はい、コンピューターサイエンスだったりとか、はい、中見ていただくと、それぞれのコンピューターがあって、はい、おおすごい景色がいいですね、なんといっても景色はい、じゃあそうですね、で実際にここの通りの一番最後の会議室っていうのがあって、はい、かなり困ったことがあれば、はい、IT の部門 の, あの人間に協力 し,、はい、してくださいというような形で、はい、あの IT オフィスが入れて IT オフィスは常に行くって形です、はい、なるほど。で今は休み中ということもあって、はい、まあ、ホリデーみたいな形になるんですけれども、はい、あの本当におばあちゃんだったりだとか、はい、一緒にこうあのフィールダーにしたりとかするのが、はい、なるほどなるほど、すごいですね、やっぱりボーディングだから、そうなんですよ、うん、学校が終わって終わりというわけですね。一応あのこちらのセクションもお見せさせていただきたいんですが、プレップスクール、はい、プレップスクールで我々3歳から、はい、まあ18歳の子様を、はい、応援させていただいているんですけど、はい、プレップスクールあるのいいですね、やっぱりこうプレップスクールから一貫してあの同じ学校の方がね友達もできるし、そう、このクラスは本当に一番小さい3歳とか4歳とかですので、はい、ここからまあイヤー1、イヤー2みたいな形で、はい、少しまあクラスみたいな感じにはなってるんですけれども、はい、言うてもまだ全然小さなお子様になるので、はい、モータースキルと手足のなるほどなるほど、はい、いいですね、はい、あ、はい、今ですね、あの、はい、休み期間でもあるんですけれども、はい、いろいろなキャンプっていうのが、はい、あの年中通して行っておりまして、はい、まあ、食堂にも今お子様キャンプです、はい、お子様何人かいるんですけど、はい、来週からは、はい、ヤングアドベンチャーキャンプ、お3歳から、はい、9歳までのキャンプが1週間実施されるんですね。私たちはホテル業界とも連携があるので、はい、そのホテルとまだ3歳さすがにボーディングできないので、はい、ホテルとこう連携を取って、はい、キャンプをさせていただいて、はい、毎日送迎バスを出して、はい、ツアーをしたりとか、うん、まあ、このようにあのファシリティをちょっと使ったりとか、経路を好きになってもらうっていうような、なるほど、そういったキャンプも、はい、勉強しなきゃでもサボっちゃう、そんなあなたのために毎日やるから合格できる毎日学習会、はい、毎日学習会です。お問い合わせは概要欄からワンクリックで LINE で相談できます。